挨拶はいいんじゃないですか、今日はなし、ね、うん、今日はなし、あの先に挨拶するか、あ、今今、あの真面目な感じで、真面目な感じで、ちょっと笑ってしまう、自分声も入れちゃう、無理かもしれない。ちゃんと笑い事じゃない。炎上してんだよ。そうだよ。笑い事じゃない。バケモノバケツ委員会のカメラアイアニーナです。何言ってんだよ。バケモノバケツ委員会の仮面ライアーニーナです。イレポンスしてる。向いてない。向いてない。先に挨拶してもいい？いやいや。バケモノバケツ委員会のイレポン先生です。仮面ライアーニーナです。この度は、とある件で、皆様を、混乱させてしまい大変申し訳ございません。申し訳ございません。っていう日が来るかもしれないねってことで、今日はなんと来たる炎上事件のために、はい、今日は謝罪動画用のメイクをしましょう。なんかやっぱりなんか謝罪動画ってきっとみんな見たことあると思うんだけど、うん、謝罪動画をもし自分たちが撮るとしたら、うん、なんか一体どんなことに気をつければいいのかなっていう、そうそうそう、炎上の練習をしようかなと思います。今日は炎上すんな。そうだよ、練習って言ってたけど、うん、その謝る練習じゃなくて、そうメイク、あの容姿の、そう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 、それ謝る気あんのかよっていう、格好とかメイクとかじゃなくて、うん、誠意が伝わる風、そう絶対誠意が伝わんないといけない。誠意があったとしても見た目でさ、うん、マイナスで見られちゃうのもったいないから、うん、その時適したメイクとかをちょっと探そうっていうね、うん、メイクするべきなのか、でも全くしないのも、そうだよね、メイクしろよとか、みすぼらしい格好でお涙ちょうだいしてんじゃねえ、うん、おラッキー、そう顔作って自分はベースは やりました。自分はファンデーションだけ。やっぱラメは微妙だった。絶対ダメだよ、ハイライトなんか持っての何をツヤ出そうとしてんだ。そうだよね、うん、ちょっとなんか闇メイクは変だと思う。うん、なんかその会社に行くよりかは薄いみたいな。そうだよね、オフィス系のメイ ク, メイクちょっとしていきます。あんまりメイクしない方がいいかな。髪の毛はなんかこうペターンと、うん、巻き髪は違うよね、森髪違う。ピアス外せかも。あーピアス、うん、ピアスは、うん、なんか確かに、確かにピアスはあんまり、ピアスは確かにちょっと外しとく。でもホールがさ安定してない場合は、あ、じゃあいいよ、隠したら、あ、でもそれ言われると思う、お前は守るべきものは地位じゃなくてピアスホールですか。確かにピアスホールがそう大事で、とか、あ、眉毛とかもさ、あんまこうキリッととかはダメだよね。うん、でも困り眉メイクとかにしたらダメじゃない。そんなの絶対ダメだよ。困り眉メイクとかすんな絶対。するなのよ。てかメイクで悲しみを表現するのは絶対に違う。そうそうそう、それは絶対に違う。絶対に違う。なんか分かんない、自分ももうこれがいい気がする。自分もこれが終わった。いつも通りよりかはやっぱ控えめ、うん、やっぱ控えめがいいんじゃない。このダメだっぽいからもうちょっと変えた方がいいかな。ダメ、ダメに決まってんだ。でもなんかダメに決まってんだ。お前バカじゃないの。完成しました。完成しました。でも自分格好も良くないと思うんだよね。格好は絶対に向いてない。だって悪魔の数字自分変えちゃってる。ねえ、でもすごい企画だなって思う。いやでもなんか今こうやってヘラヘラしてるけど、自分たちもファンの方とかね、関係者の方に迷惑をかけてしまう日がいつか来るかもしれないから、本当になるべくそんなのはないようにしたい。みんなをずっと笑顔にはさせたいから楽しいを届けるためにやってるのに、どうして悲しいこれ。どうして、すごい塊魂のキャラクターみたい。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、いいよ、誠意ある。変なことで炎上したことにする。じゃあ分かった、そうするね。企画内で、うん、メントスコーラを、うん、やってる時にコカ・コーラ、コカ・コーラって呼んでたものがペプシだった。コカ・コーラの案件だったのに、あ、コカ・コーラを飲み干してしまってペプシしか売ってなくて、ペプシを買ってコカ・コーラのように見せかけた。あ、よくねー。おラッキー。
ちゃめちゃニコニコしてた。ダメだよ。そうだよ、本当に炎上したんだから、ちゃんとしてよ。なんでこんなことになったの？なんで自分たちのせいだ。バカだから。それを謝るだけよかった。なんでこんなことになっちゃったの？もうコカ・コーラでやってさえすればよかったのに。なんでバレたんだろう。なんでバレたの？関係者並びに、視聴者の方に多大なご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。今回炎上した件を、最初から説明させていただきます。コカ・コーラさんからいただいた案件で、メントスコーラをガロンでやるという企画におきまして、コカ・コーラを使用しなければならなかったのにもかかわらず、動画本編で使っていた動画本編で使っていたものが実はペプシだったという件について、なぜそうなってしまったのかは一本先生から説明していただきます。はい、今回コカ・コーラさんから案件をいただいていたのにもかかわらず、あのコカ・コーラを飲み干してしまい周りにペプシしかなく、ペプシでいけるやろという浅はかな軽率な軽率な判断で、あのメントスコーラをしてしまい、そこをまずは最初に謝らせていただきたいと思います。申し訳ありませんでした。申し訳ありません。使用したペプシに関してご指摘いただいてるんですけど、 1度目のコーラに関してはコカ・コーラの残りを使用させていただいてまして、あの足そうってなった時からはペプシになりますし、あのペプシをあの使わせていただいてます。動画で言うと3分40秒あたりからのコーラがペプシとなります。でその件で今回は動画を非公開にさせていただいておりますし、あの案件の費用に関しましてもコカ・コーラさんにお返ししております。今後はこのようなことがないように今回の件を真摯に受け止め、また前を向いて活動していきたいと思います。化け物バケツ委員会は、今回の件を踏まえまして、2年の活動休止をさせていただきます。これからは、このようなことがないように、努めてまいりますので、また復活した際には、変わらず応援していただけると幸いです。ありがとうございます。ここまでご清聴いただきありがとうございました。今回は本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。今ちょっとフィント入れたよ。入れた。ありがとう。お疲れ様でした。どうですか、謝罪体験。やっぱり何にもしてないのに、謝罪的な、それはでもなるべくやっぱいつも見てくださって視聴者の方々は悲しませないように、うんうん、そうだね。そう、これ上げてすぐ謝罪動画出せないから逆に。そうだよ本当にね、うん、だからガチの練習じゃんっていうか、ね、なっちゃうから、ね、あれ、うん、そしたらもうすぐ非公開です僕らこれからもみんなを笑顔にさせる動画をたくさん撮っていって、はい、そこにも気をつけて生きていきたいと思います。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。